はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。EMAXSLIM 全世界株式が過去最高値付近まで上昇しているので、詳しく知りたいという方にお話していきます。この質問はよくもらうので、気になる方も多いと思います。そんな方に、この動画では、EMAXSLIM 全世界株式の基準価格上昇の背景と、今からの投資は、 やめるべきか解説しますので、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねをお願いします。それでは早速、見ていきましょうでは、このパートで EMAXS ス l i m 全世界株式、円安で過去最高値付近まで上昇という話をしていきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。EMAXS SLIM スス全世界株式オールカントリーは、 2022年9月12日時点で、基準価格17,616円と、過去最高値付近まで上昇。年始は10,73円で、プラス3.2%。連動する指数、MSCI アクビーは、下落傾向だが、1より140円の円安が続いていることから、円ベースの基準価格が大きく上昇。 今から全世界株式へ投資しようか悩みがちが、為替差損が多少あっても、積み立てを続けて、全世界株式の成長の恩恵を受けよう。この結論をもとに、EMAXS l i m 全世界株式の基準価格上昇を丸ごと解説ので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが、e m a x SLIM 全世界株式オールカントリーが最高値付近まで上昇しています。 こちらの緑線は EmaxSlim スス全世界株式の基準価格の推移です。2022年に入ってからはやや落ち込む時期もありましたが、この動画を撮っている2022年9月12日時点で基準価格は17,616円。2022年の初めは10,73円だったので、プラス3.2%になりました。 現状の過去最高値は2020年8月19日の基準価格17,630円なので最高値を更新したのもつい最近と言えます。そのため今年から積立ニーサを始めて全世界株式を選んだ人も今は含み益が出ているかと思います。 ただし、この EMAXS ス l i m 全世界株式の上昇は、ちょっと説明が必要で、EMAXS ス l i m 全世界株式オールカントリーが連動する MSCI、オールカントリーワールドインデックス、通称 MSCI 悪意は、ドルベースだと、年初来マイナス16.5%の下落となっています。 その主な要因として、全世界株式の構成の半分以上を占める米国では今、インフレを抑えるために積極的な利上げが行われており、利上げが行われると企業がお金を借りにくくなるため、利上げは一般的に株価へのマイナス材料となります。そうすると、なんで e m a x s リム m 全世界株式の基準価格は上昇しているのか、ここで為替リスクについておさらいしておきたいので、説明書となる目論書を見ています。 e ーマクシススリム全世界株式の為替リスクについて見てみると、組入れの外貨建テストについては、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けますと書いてあります。つまり、購入時より円安なら為替再起による利益、円高なら為替差損による損失が発生するという認識でいいでしょう。 このように Emax Slim 全世界株式を日本円で購入しても中身は外貨建てで買わせリスクがあります。じゃあ全世界株式は何の通貨で保有しているのかも見ておくと Emax Slim 全世界株式オールカントリーの組入れ通貨は米ドルが61.7%と 半分以上を占めており、ついでユーロが8.4%、そして日本円が6.1%と並ぶ構成になっているので、現状、全世界株式は米ドルと日本円の為替相場の影響を大きく受けることになります。ただし、この比率は今後の各国の株式相場の変化により、都度変わっていくことは覚えておきましょう。 はい、これでお分かりいただけたかと思いますが、E マクシススリム全世界株式の上昇の理由は歴史的な円安です。日米の金利差拡大により、円が売られてドルが買われていることで、今は24年ぶり、1折140円台の円安が続いており、年始は1折114円だったので、もう20%以上も円の価値が下落してしまったことになります。そうしたら、ユーロと円の為替相場も見ています。 現在は1ユーロ144円と、こちらも円安傾向になっていますが、足元では欧州中央銀行による利上げが継続していることから、やはり金利差の拡大により、円が売られてユーロが買われて、円安傾向になっているでしょう。先ほども言いましたが、円安は為替による利益を生む要因となるため、やはり E マクチェスリム全世界株式の価格上昇の背景は、円安の効果が大きいとしとておきましょう。 ちなみにこれによって僕の月5万円のクレカ積み立ての結果がなかなかいい感じになりました。マネックス証券のクレカ積み立て月5万円の上限で銘柄は EMAXIS SLIM 全世界株式オールカントリーのみを選択。6ヶ月間の運用結果はプラス6.39%で19,188円の含み益となったのでなかなか素晴らしいです。ちなみに マネックス証券のクレカ積立は1.1%還元と業界最高水準なので月5万円の積立なら毎月550ポイントももらえています。じゃあよく聞かれる、今から全世界株式への投資は やめておくべきかという話をして終わりとします。確かにこれだけ円安に傾いていると、いずれ円高に戻った時に、為替による損失が発生してしまいますが、それでも個人的には、全世界株式の成長に期待して、コツコツ積み立て投資をしておけばいいと思います。全世界株式の過去30年のチャートを見ても、長期では何倍にも上昇しており、今後も世界全体の人口は増え続けるので、経済成長も期待できます。 そのため、円高による為替差損が多少あったとしても、利益は期待できるので、足元の為替相場をそこまで気にしすぎず、全世界株式の成長の恩恵を受けるために、積み立て投資を続けていきましょう。では、最後に、今、投資で不安な思いをしている方へ、自分が熱意を込めて書いた書籍、資産形成1年生を参考にしてください。 投資の入門知識となるリスクとリターンの考え方や、米国株に投資をするなら、絶対に知っておきたい。過去何年持つと必ずプラスになったデータ。よく聞かれる、積み立てに差で20年後に暴落しても、慌てなくていい理由などをイラストで解説しています。この資産形成1年生は、なんと今なら、アマゾンの電子書籍サービス、Kindle u n アンリミテッドで読み放題です。 スマホでも読めて、Kindle Unlimited を初めて利用する方なら30日間の無料体験が可能。Kindle Unlimited で読めるのは2022年9月末までの期間限定なので、この機会をお見逃しなく一緒に資産形成の勉強をしていきましょう。本のリンクは概要欄に載せておきます。はい。では今日のまとめです。Emax Slim 全世界株式オールカントリーは2022年 9月12日時点で、基準価格17,616円と、過去最高値付近まで上昇。年始は10,73円で、プラス3.2%。連動する指数、MSCI アクビーは、下落傾向だが、1より140円の円安が続いていることから、円ベースの基準価格が大きく上昇。今から全世界株式へ投資しようか悩みがちが、 為替さ損が多少あってても積み立をを続けけ全世界株式のの成長の恩恵を受けよう。はい、こんなところですね。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そして、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ、いいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。 バンクアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。